こんにちは、昨日はですね、ちょっとね、うちを見てきました。視聴者の方、何名の方から、もうちょっといいうち紹介してよ、なんていうね、メッセージ、メールいただいてたんで、昨日見てきました。昔はね、だいぶ高かったんですよ。この後ね、ご紹介するようなうちと土地が約200平米ぐらいで、約ね、10ミリオン。10ミリオンというと1000万ペソ。2200万円って感じだったんですね。で、まあどうせ高いだろうなと思って今日気に入ったらね、ガクッと値段が下がってたんで、ちょっとねご覧になってください。ロビンソンの中にね、セールスブースがあって、案内してくれますね。ブライトンハウス、スナイフェルトフロントさん。道路で行くとこんな感じになります。これがプエルトプリンセスノースロードで、まっすぐ行って、過ぎてちょっと行くとホンダベニコですね。ここにあるシャルデリゾンです。今僕らがいるのはロビンソンの、この辺ですね。こっちが街の中になります。前よりだいぶ安くなってますが、基本が180平方メートルで、162万ペソということは1平米あたり9000ペソになりますね。で、広さはいろいろで、広いところは200平方メーター、300平方メーターのところもあるようです。ロビンソンからね、車で案内してくれますけど、タクシーみたいにね、こうビニールでね、全部仕切ってありますね。マリが後ろにいます。ガイドしてくれるのはね、このお姉様方がガイドしてくれます。街中からナショナルハイウェイを北に向かってもロビンソンを越えると交通渋滞がね、ほとんどもうなくなります。ノンストップって感じですね。ロビンソンデパートメントから約15分ほど走ると、この分譲地に、ね、到着します。に向かいます。ロビンソンから15分はかかんないかな。もうね、左側に見えてきました。分譲地が見えてきましたね。入り口です。正面がクラブハウスですね。クラブハウスの向こう側がスイミングプールでして、ね、右の方にね回っていきます。まだね、うち全然建ってないですけども、土地はかなり売れてしまってるみたいですね。この奥の方も全部分譲地です。なんか標識が立ってますね。ブライトンアベニューとかね、書いてあるから。こんな感じでね、かなり広い分譲地です。それぞれね、通りの名前がついてます。こんな感じで標識が出てるんですね。すごい広いよ。シャールガオとかね、書いてある。この通りがね、ホンダベイストリート。 Yeah, so you can view the Honda Bay, look at her.
やっぱり咲いてる。ほんとだ。ちょっとね、右側にね、車から降りてみますね。ここからね、海が見えますね。向こうの方に見えるのが、ホンダベイですね。海が見えます。コンビとか今ね、この分譲地の一番奥、一番高いところに来てるんですけれども、海が望めます。あとはね、ずっと左見ていくとこう山々が連なってきますね、はい。かなりね、巨大な水タンクがありますんで、どうだろう、うちが全部できたらちょっとあれ一つじゃ足らないかもしれないですけど、今ね、あそこに立ってるだけしかまだうちの建築が終わってないんですね。今一番敷地の奥のところに立っていて、ぐるーっとこう見渡しますけどね、こんな感じですね、はい。今来た道をね、入り口の方に向かってまた降りてきます。あ、すげーすげー、来たでらんたいままや、エブレノ、はい。向こうの奥の方に壁が見えるけど、あそこまでがね、ここの分譲地ですね。かなり広い。向こうこの家をね、今モデルハウスとして使ってますね。ちょっと中を見てみましょう。隣との、余裕はこのぐらいって感じですね。ここが車止めるスペースになるのかな。まあ、ここ入り口入ってきます。ここがね、リビングルームになりますね。これね、バレてたら明るい。すごい開放的ですね。広さで言うとね、15畳ぐらいって感じかな。まあ天井の高さも十分ですね、で、キッチンですね。ちょっとモデルハウスだからなんだけど、シンクもちっちゃいな。まあこんな風に、まあ、収納になってるんですね。ここは何だ？バスルーム。ここがね、バスルームのスペースなんですね。まだ設備ができてないんですけど、まあ広さは十分ですね。これ裏もこんな感じで、まだ何もないですけど、これね、外側のキッチン、まあ、ランティキッチンみたいな感じだけど、内側にありますね。こんな感じで配電盤がついてます、どのくらいだろうな、広さで言うと、これ12畳、15畳ぐらいかな。ここがね、あ、トイレがね、この1階の部屋のところに付いてます。まあ、この部屋、ちょっと小さめの部屋かな。どのくらい？日本式で言うとね、4畳前でちょっと広いぐらい、6畳前でちょっと狭いかな。5畳ここにもね、トイレがありますね。ここはね、トイレだけでシャワーではないんですね。トイレスペース、こっちにある方がトイレとシャワーになりますね。
で、ここからね、2階に上がります。天気良かったら気持ちいいですね。あの建物クラブハウスの向こうがゲートで、ここの入り口になってますね。でこっち側がちょっとしたなんか物を置けるスペースですね。それとこれがマスターベッドルームについているシャワーですね。明るい、まあね、マスターベッドルームはこのスペース自体はね、6畳って感じかな。ちょっと小さめの家だそうだけれども、いい雰囲気ですね。ああ、ここはいつもねセキュリティがちゃんと2人いるんだな。今ねロビンソンのこの中にオフィスに来てますけど、今出てきたのがねこのモデルハウスですね。で全体の延び床面積が201スクエアメーターで、まあ、居住スペースっていうのがね152スクエアメーターで、建てられる一番ちっちゃいねロットエリアとこちら150平方メートルって言ってますけど、大体ね180スクエアメー平方メーターでして、でその他に、こういうのがマヤっていうのがありますね。
こっちの方が少しね、リバブルエリアっていうのは、小さくなってます。でもフロアエリアとも同じだな。こっちもこんな感じですね。こんな感じがあって、さっきね、帰りにちらっと見たらいいなって言ってたな。これなんだかな。でこういうね、模型が置いてありますけど、こちら向こうがね、ハイウェイでいっぱい入ってて、さっき見たうちはね、ここら辺やと思ったな。で、だーって引いていくと、景色を見てたのがね、ここら辺からね、こう向こう側を見てたんですね。まあ、こんだけ広いエリアになります。こんな感じでね、ダンまあかなりのね、ところが本当に揺れてしまって、ちょっとはっきり見えないかな。結構バッテンがついてるところも多いですね。こっちの辺りはもう全部バッテンになっちゃってますね。あと空いてるのがここ。Is there all sold out? Yes, for sure. Only one available here. This one. ここだけね、まだ売れてないですね。街の奥の方。奥の方が全部売れちゃってんだ。すごいな。ここら辺は行ってますね。奥の方が静かってことかな。まあ、車持ってない人はやっぱり買わないんですよね。まあ、こんな感じです。というような感じの家でした。あそこ中に入ったの初めてなんですけど、かなり広い分譲地ですね。何百世帯が入るようになってるんだろう。で、やはりね、値段下げただけあって、かなりあのマップでね、バツついてたところ全部売れてるって言ってて、まあでもまだね、4分の1ぐらいは売れ残ってましたね。で、昔ね、僕があの聞いて、その10ミリオンって言われた時は、土地自体がね、1平米あたり1万5000ペソぐらいの値付けだったんですね。1万5000から1万7000だったかな。それがだいたい今はその場所によって多少の差はあるけれども、1平米あたり9000ペソってなってますね。それでもね、僕にしてみればちょっと高いなと思ってしまうんですが、ただね、その中でそのサブデバイドってした、その自分の土地っていうのの他に共用部分というのがかなり広いわけですよね。中を走る道路、クラブハウス、プール、あとはそのセキュリティの場所、それからね、そのセキュリティのゲートに入るまでハイウェイからもかなり広いあのスペースが取ってありますよね。大型バスが止まれるようなスペースがあるような感じなんですけど、まあそういう共用部分なんかも考えて、るとね、まあ高くなっちゃうのかな。で、一応あの管理費ですね、アソシエーションフィーっていうのが、やっぱりその土地の広さによって多少上限ね、あの上下するみたいですけれども、だいたい700ペソから800ペソで、本当に広いところで1000ペソぐらいというような形でした。で、一応あの昨日ガイドしてくれたね、お姉さま方は、エージェントで土地を売ってるんだそうです。で、あのモデルハウスってありましたけど、今3種類ねパネルになってましたけど、まあそれを進めてるっていうことなんですが、他の仕様でもいいし、自分で代行を見つけてきて、建ててもいいということなんですね。で、ロビンソンホームズの方に頼むと、だいたい建築費として1平米あたりが2万4、5000ペソになるってことで、まあ結構高いですよね。で、なんかね、今日のモデルハウスも、まあ、使ってる部材を見たら、床のタイルはいいの使ってました。ただドアだとかはまあそれほどでもない。あと電気なんかもね、それほど凝ってない。ただソケット天井についてるだけだったんで、備品はね、お金かかってないです。で、サッシ、僕ね、サッシはね大事なんでよく調べるんですけれども、一番安いやつではなかったです。あの安いやつだとね、風が吹くとサッシの隙間から水がどんどん入ってくるんですね。フィリピンのね、安いあのスライディングサッシって本当にね、もう始末悪いんですね。それではなかったです。ただ照明ですとかドアですとか、そういうものはね、それほどお金かかったものは使ってなかった割に、平米2万5000ペソって高いねってあのお姉さんに言ったんですね。そしたら、そんなのね、私の知り合いの大工頼めば平米2万ペソ以下でできるって言ってました。まあ、当然なんですよね。
延べ床面積がねその百何十平米にもなるとやっぱ単価って下げられますんで、でこれ日本人の感覚からするとなんかトイレ4つもいらないよなと思っちゃうんですけどね、至る所にトイレシャワーがあるみたいな感じだったんで、まあそれも必要なだけ、まあ、マスターベッドルームとあと1階と2階3つあればもう十分じゃないから2つでも十分だと思うんだけど、ね、まあ大家族で住むってまあわけ違うんでしょうけどね、うん、まあ土地がとりあえずね平米あたり、まあ、9000ペソ平均ってことなんで、180平米が、まあ、大体基本で割ってるって言ってたんで 1.6 ミリオン、160万ペソぐらい、まあ、340、50万ぐらいですか、であそこの土地が180平米平均ぐらいのところがまだいくつか空いてる、まあ、4分の1ぐらい空いてたってことですね。まあ、僕動画の中でもあのビデオの中でもちらっと言ってましたけど、車がないとね生活できないです。町からはかなり離れてますし、パラワンのねタグブロスってところなんですね。プエルトプリンセサシティではないです、そこの北側になりますね、タグブロスっていうあたりで、今僕が住んでるここよりももっとねホンダベイに近いですね、まあ、ホンダベイすぐですね車で行けば、そういうところです。でハイウェイに出てね右の方にちょっと行くとあのタリパパがいっぱい並んでるんですね、魚屋とかまあいろんなものがドワーって並んでるところがあるんですけど、それにしてもあの分譲地広いんでやっぱり車ないとハイウェイ出るまででも大変というぐらい広かったんで、うん、まあね車買う余裕のない人は多分、まあ、かなりのね高級住宅地っていうことなんで、まあ、車はね皆さん買われるでしょうけど、まあ、今日はねあんなとこを見てきました。あのもしよろしかったら、ロビンソンデパートの1階にねあのブースが出てますんで、行ってみてください。土地だけで買えます。であそこはねこの前ご紹介したとこみたいになんかなロックダウンディスカウントとかそういうのはなかったですね。値段をだいぶ下げたんでかなりね強気で、でもねフィリピン人がその平米9000ペソでねあんなに買うっていうのがまあすごいですね。うん、まあでもね今この状況でそれほど買える人もいないだろうけど、まあまあパラワン島のね他のパラワン島外から来てる人が買ってる人も結構いるって言ってましたね。フィリピン人最近お金持ってますよねでこんなこと言ってもしょうがないのかな。まあこんなところのね土地のご紹介でした。一応建物もご紹介しましたが、ああいうモデルハウス通りのうちも建てられるということです。であれ通りに建てたとしても、まあ、ロビンソンホームズの方に頼まなければああいう感じでといえばエンジニアがやってくれるってことなんで、1平米あたりね2万ペソぐらいで建つだろうということです。で 100平米120平米だと 2.4 ミリオン、480万、530万ぐらいになるのかな。であと土地ですよね。土地が 1.6 ミリオンだから350万ぐらいっていうことです。土地のね、あ、ロビンソンホームズ、ブライトンホームのご紹介でした。それじゃあ今日この辺で失礼します。